B クラス目前の苦境に指揮官はもう一回気を引き締めて明日から行きましょうと前を向くしかなかった。ソフトバンクホークスが4位になるかもしれないという事実、まさかこんな日が来るとは。まあいいじゃんそういうの。いくらなんでも近藤柳田がいてそれはないやろ。立浪なんか目じゃないぐらい無能やんけ。面白いから B クラスで終わってくれ。史上最低の監督決まりそうだね。最終的に B クラスになってほしい。4位なんかじゃ満足できんから最後は最下位になってほしい。今の SB ならありうるやろ。また今年いっぱい補強するからいいのいいの。あんなに強奪して恥ずかしくないんですか。最終的に B クラスなったら近藤が先輩扱いされそうやけど、さすがに理不尽すぎやろ。これでヒゲも心置きなく監督辞めれるやろ。今朝もスポーツ紙見ても藤本休養のニュースなかったな。朝から憂鬱やわ。単なる補強じゃなくて同一リーグの強奪ってのがどでかいよな。立浪との頂上決戦、強奪して他球団も弱くした結果 B クラスは笑えないやろ。祖父さん曰く千賀が抜けてるから綺麗な強奪らしいで。高級チュニドラの称号。強奪か育成かチーム方針が中途半端なんだよな。二頭を追う者は一頭も得ずを体現してる。アンチがいくら煽っても近藤有原オスナの補強は大成功な模様。ワクワクしてきたな。近藤と峰井の活躍で勝ったしな。補強はすごい。右の大砲を補強するしかないな。バンクはずっとメンタルやられてそうだし、勢いある楽天はチャンスだよな。でもこういうところで負けるのもまた楽天。はっ、なわけねえだろ。80億使ってんだぞ。2位に10ゲーム差つけて優勝するから見とけや。そもそも工藤も B クラスで藤本にバトン渡したこと忘れられてるよね。近藤三冠王なら B クラスでも嬉しいんやろ。タカファンは80億使って B クラスは快挙やな。近藤オスナ峰を取って野日横を弱体させた結果、関西の2球団を独走させた先般。藤本ってクビなのかな。限界なだに沈められないと王の気が済まなそうやが。バンクファン的には3位で藤本続投、4位で藤本退任だったらどっちがええよ。王が激怒して俺が監督やるってなったら面白い展開。他5球団の悲願がついに成就するな。言うて後任は小久保だからな。楽天なんざ8月貯金1しかない雑魚チームなのになんでさ詰まってんねん。千賀アウト近藤インで去年とこんなに変わるのな。近藤が期待外れだったわけでもないどころか、ホームラン含めたら例年以上に傑出してるのにこれっていう。オスナって何年契約、もしかしたら逃げられる可能性あるかね。単年契約やで。インタビューでもう少し期待してた的なこと言ってたり、不満たらたらみたいやし、間違いなく出ていくわ。マジか、 B クラスなら出ていくかもね。それ A ならギリ残留もあるか。メジャー契約につなげる1年にするつもりが、まさか干されるとは思わなかったろうな。結局メジャーからオファーあるかどうかじゃね。今投げたいのもアピールしたいからって言ってたし。有原折にぶつけすぎてめった打ちにされてるのくさ。そら補強しても指揮官が無能だと借金持ちになりますわ。正直ソフトバンクの弱さにイライラしている他球団ファン。おるやろ。ソフトバンクには高い壁であってほしいのに、なんやこのざまは。クソが。2018年2位、2019年2位、2020年1位、2021年4位、2022年2位、2023年3位。言うほど高い壁か。一強五弱。80億でこのざまってのはもはや笑えん。金持ってる中日。ゴミみたいなドラフト戦略のツケ、ようやく回ってきたなってニコニコしながら見とるで。どうせなら最下位まで落ちてほしい。SB ファン、オスナと近藤は活躍してるから80億の補強は成功。ひしりで弱いセリーグがボコボコにされてるだけで、言うほどパでは優勝できてないんよな。なんでこの選手使わないのみたいなのが多すぎ。バカみたいに金つぎ込んで弱いチームになっとるのは正直おもろいから、もっと負けてほしい。ベンのファッション暗黒の方がイラつかね。オリックスともども死んでほしいけど。余ってる投手派よ、阪神に来ねえかな。金があって面白くなくて米の食える中日や。金のかかった中日。福岡米バンクドラゴンズ。ソフトバンクが強い必要はないけど、オリックス一強はなんか違うわ。阪神一強も違う。西武が悪い。金も米もあるのにな。80億って元が高いだけで補強分は30億くらいちゃう。ソフトバンク、ハム、西武と一時期 A クラス常連だったチームが今年は揃って B クラスの可能性があるという事実。今のホークスの状態では仮に CS に出場したとしても勝ち抜く力は見当たらないので、B クラスでいいのではないでしょうか。 CS 狙いがむしゃらの楽天、一つでも上の順位を目指す日ハム、この2チームの選手はホークスの選手とやる気が違って見えますね。とことん負けて敗因をよく分析して、首脳陣の入れ替え、選手の起用法など、
真剣に考えてほしいですね。敗因は FA による戦力補強が足りなかったという結論にならないことを祈ります。キモ、そんなもん負け犬の言い訳に過ぎない。 B クラスでいいわとか思っているようでは来年も強くならないでしょう。新しい監督来たから強くなると思ってたら大間違い。山本由伸抜けてもオリックスには勝てないよ。今シーズンは B クラスで潔くヒゲが辞任してくれるのを望みます。来シーズンもストレス溜めながら1年間応援するのは辛い。追う者の強みですね。モチベーションが違いすぎる。ダントツ優勝するはずが負のスパイラルに陥り沈みゆくチームと、目の前に CS のチャンスがやってきたチーム。ホークスファンですが、プロ野球ファンとして CS は勢いのあるチーム同士の熱戦を期待します。今年のホークスに CS に出てほしくないのは同意。でも開幕直後からずっと B クラスの楽天にも出てほしくない。一度負けてもいいと思ってプレーし始まると転げ落ちるように負け癖のついたチームになってしまうので、緊張感を持って試合を続けることは必要と思いますので、そういうプレーをぜひ若手に経験させてほしいです。 A クラスを死守するためのプレーを若手に求めることで来年以降への投資としてください。マネジメントが自らの保身のために成績の残さない外国人を多用したり、有望な選手を酷使したりして怪我させるようなことはないようにしてもらいたいです。今シーズンは投手は死球一発病、打者はチャンスバッティングができない、守備はエラーが多い、監督の采配も散々だけど、これを考えるとコーチも悪いのかな。斉藤長谷川は好きな選手だったけど、コーチ1年目だし、来年はカリスマ性のある監督、選手に厳しいことを言えるコーチを望みます。鳥越氏の復帰、高山氏を引き抜いてほしい。他の記事では金満弱小球団と称されています。情けない限りです。なんだかパリーグのジャイアンツ嫌われ者かと。なぜジャイアンツが核も弱くなったか。それは次世代選手を育てず、大金はたいて他球団から好成績の選手をかき集めた結果に他なりません。ホークスはそうなってはならない。 2,3 年かけてでも生え抜きの選手を育て、さらなる黄金時代を築くべきです。金をかけるなら大金はたいて名コーチ陣の確立をお願いしたい。ホークスはそうなってますよ。オスナとか近藤健介とか有原は対象外ですか。このチームの急速な弱体化は若手選手のモチベーションに尽きる。ろくにチャンスを与えず、ダメならすぐに見切られる。反面ベテランは多少ダメでもチャンスを与え続けられ、栗原みたいに怪我でもしない限り機会が回ってこない。若手も言っても使われる選手はほぼ決まっていて、よほど目立つことをしない限り見向きもされない。他チームは若手の選手が荒削りながらも試合に出て経験を積んでいる様を見たら、普通なら自分も同じくらいの技術があるのになんでチャンスをもらえないのかとなる。現に大竹、田中、茶谷など他チームに行って活躍してる選手がいるのだからなおさらだ。今年は近藤、オスナ、有原を獲得し、そして極めつけで言ったらデスパイネの獲得だろう。若手は絶望し、ベテランは疲れ、チームは崩壊した。ホークスファンには悪いけど、一遍 B クラスで終わって札束で勝とうとするフロントや経営陣の目を覚まさせた方が良いと思う。ファームの育成もここ何年かパッとしてないし、かつての育てた選手を主力にして、札束で取った選手は添え物で勝ってた頃のように土台をきっちり固めるべきでは。チャンスに打てない、ピンチに打たれる、しかも抑えなきゃならない場面で簡単にホームラン被弾、しかも何度も同じ打者にやられる。実力の差といえばそれまでだけど、若手はとんでもない球振って三振かポップフライ、ギータの悪いところを真似してる感じで何とかして出塁しようという気迫が見られない。一試合で結果出なかったらすぐに落とされるということもあるから、こうなるのでは。甲斐もワンパターン配球だから完全に読まれて狙い撃ちされてるの、いい加減気がつけよ。ピンチ時に2アウト2ストライクまで取ってからタイムリーで失点するのはホークスのお家芸になってきてる。逆に攻撃時に2アウトになったら得点できないのもしかり。2019年、2020年の必死に連続4立てからまだ3年しか経ってないのに、今じゃパリーグで一番弱いチームになり下がってしまった。どこぞやの米禁止とかほざいたり、10失点しても投手交代しないセリーグの監督と能力的には大して変わらんな。戦力差を考えるとなおさらね。 B クラスに落ちた瞬間にやめろよ。残りの試合が無駄になる。早くやめた方がホークスのため。優勝経験のないやつに監督やらせるのが無理あったか。歴代1位ヤバい監督ということで名を刻んだね。藤本が仮に休養しても、小久保は2軍が優勝する可能性があり、おそらくはモリヘッドが代行だろう。だから何も変わらない。来季の一掃された首脳陣に期待するしかない。監督ばかり叩かれるが、実はヘッドコーチも無能と思う。工藤前監督の腰巾着で優秀に見えるが、実は何もしてないと思う。モリヘッドはただただ工藤前監督と気が合っただけでしょう。プロ通算4安打、主にブルペンキャッチャー。投手起用なんか見てると、順位よりもオリックスに勝ち越すことのみに執念を感じるね。ホークスの力からすると2位は十分狙えると思うんだけど、楽天を跳ね返しロッテを捕まえる方に舵を切ったらと思う。
斉藤和美ピッチングコーチも無能やな。しかし有原頼みって笑える。しかも未だに40歳の和田とかいつまでもローテーションの柱って本当に投手いないんやな。藤本の時点で今季 B クラスは想定内、指揮官を変えない限り難しいと思います。采配、雰囲気全くダメでしょう。万年 B クラスだけは勘弁してほしいです。もう今シーズンは B クラスでいいよ。てかイラつくからさっさと B クラスなってくれや。